中国政府、紙幣を消毒へ。現在中国において COVID-19 が感染を拡大していることを受け、中国の中央銀行にあたる中国人民銀行が紙幣の消毒を行うと発表しました。また感染が深刻な地域では、現金を再び流通させず、新紙幣を 使うようにする。ほか。紫外線や高温で紙幣を消毒し、14日間は支払いに使用しないことを要求しております。このコビット19のウイルスについては、その他のウイルスと同じであれば。何らかの物体の表面において1週間か、それ以上生存する可能性が指摘されておりますが。中国政府には。 初期の段階で2ヶ月にもわたり、c o v i d 1 9の発生を隠蔽し、ここまで感染を拡大させた責任を取っていただき、ありとあらゆる手段を用い、c o v i d 1 9の感染拡大を防いでいただくように、お願いいたします。以上になります。ご静聴いただき、 ありがとうございました。